ハローアースノイド。いつ見ても三陣営の量産機デザインってセンスが良いに対するネットの反応をお送りするよ。ガンダム00の一機の頃の三陣営の量産機って武骨で動きも重さや G を感じさせるのが、ソレスタルビーイングのガンダムの強さを際立たせててよかったよな。一機の微妙に鈍重なモビルスーツたち好き、高機動タイプのフラッグとかでさえなんか動きに重さあるよね。これがあるからガンダムの異様さが際立つ構成いいよね。みんながのた、のた、って感じで歩いてる中スイートスライド移動みたいな動きするエクシア。G がかかってるのがわかるような動きいいよね。なおそれを凌駕して変態的な動きする人もいる。当時は空中変形の何がそんなにすごいんだろって思ってたけど、設定とか読むようになってかかる G 知ってビビった。あいつ人間じゃねえ。クマがエクシアの頭掴むのが燃えた。核エース戦線してて好き。見返すとダメージまで配管でも食い下がってるやつはそこそこいるなって。歩く缶桶でしたっけ。缶桶ではないけど乗り心地は悪い。まさかの立ち乗り仕様でシートがないという操縦士に優しくない設計。スペースを絞った分国ピット周り頑丈になってるから結果的に優しい。ティエレンとフラッグは怠慢ならフラッグが勝つよね。こんな考察があるので参考に。思い出したけど、フラッグのデザイナーの人曰く、フラッグいなくとはそのうちビームライフル装備するからいずれティエレンの装甲が無意味になるって言ってた。武骨すぎてちょっと好き。アンフは内燃機関で動いてるって聞いたときバトルテック思い出した。いなくと期待の新人です。通してください。サルマネ野郎が。実際フラッグとリナクトと見た目以外どんな違いあんの。後続の分イナクトのが早かったりするのか。リナクトは無線で充電し放題がありだったが、実はフラッグにもその機能あるんだっけ。うん、イナクトの方が効率はいいらしいけど、ビームライフル装備を想定してるフラッグの時点で搭載済み。あとよく誤解されがちだけど、無線充電できるからって無限に動けるわけではない。無線で充電する電力だから基本動いてない時に充電する感じだよ。00世界では GNU 主対応機以前は走行に燃料を浸透させて動いているけども、起動エレベーターから無線で電力を供給しているので、大気圏内では電力切れを起こさないぞ。それやってんのフラッグとイナクトだけだよ。ティエレンはタンク装備。何かむせる感じの動きだよねティエレンって。露覚された人のせいで人格の技術アップしちゃった。交流シーンはなんかゾクゾクしちゃう。タオ2は色で笑うが、あの時の水準だとなかなかのオーバーテクノロジーだと聞いた。あの時点でガンダムを除いて感想なしで地上も宇宙も活動可能な機体だぞ。GNU 有志なしで大気圏を突破する機体だからな。水力だけなら多分00の機体でも上位に来ると思う。こういうのとか調整量産とか見てると、あのまま介入なかったら人格が抜きんでてた気がする。実際倫理的なこと置いとくと調整量産って脅威だよね。人工だけど純イノベーターだからね。戦闘能力だけでも相当厄介なのに、さらに思考も読めるからマジで相手にしたくない。起動エレベーター内とはいえ単独推力で地球から宇宙まで飛んでいけるから、タオ2すげえよ。2機でこいつが飛べるようになるのは未だに納得できない。デザイナーの寺岡さんも確か納得してなかったはず。言うて一機で出てきた高機動型3話で空飛んできたのが800キロは出せるんだぜ。一機の技術力の時点で実のとこ性能はかなり上位の機体なのよね。ゆっくり降りてきてからの急接近はさすが荒くまと言わんばかりの戦い方だった。低廉の飛行型と言い張るにはやや無理があるので高機動型と称してるの好き。飛行型と呼ぶならこちらの方が近い。逆にフラップ陸戦型はそのまま過ぎて無理があるだろって感じる。元をガンダム候補だったやつ。ビームサーベル自体はガンダムしか実現できてないけど、フラッグはその開発過渡期の技術としてプラズマソードを搭載してるって設定が勝負心をくすぐるよね。 GNU 有志を介さない技術のビーム兵器は見てみたかったのはある。というか GN ドライブ周り以外の技術は意外とさないんだよな。いつかのスレでコクピットはガンダム側のが古臭いって聞いてちょっと面白かった。一機のガンダムはシステムだけは三国家陣営に負けてんだよね。正門認証ともうまく認証もだけど、リアル度の時点で全点周囲コックピットなのに、それにガンダムは前期正面横の3点モニターで四角ありまくりだったり、コンソールがボタンばかりで設計が古い。実はユニオンの機体が一番最新鋭。ダブル大外伝でマッチングした基本設計からバリエーション増やしていってるんで、
急に突飛な改造はできないってわかって昨日おやすさんが言ってたな。おやすさんが人格の技術者だったら立ち乗りガンダムになってたんだろうか。 GN フラッグの GN ドライブの出力を全部サーベルに回してるから起動は今まで通りの水素スラスターって聞いて、アニメ見返したら確かにスラスターから GN 粒子吹いてなくてビビった。グラハムはさ、 GN フラッグ普通は空中分解するよ加減しろバカ。フラッグ普通は空中変形しねえよ加減しろバカ。そんな通り、攻撃力の代わりに失ったものがあまりにも大きすぎる GN フラッグ。ジンクスと比べるとマジで何一つとして勝ってない欠陥機。太陽炉が生み出す高い機動性で機体が空中分解すれすれだし、そもそも強引にポン付けしたせいで機体のバランスも劣悪、もはや欠陥機を通り越して特攻機か何かって感じなのよね GN フラッグ。ドライブと直結してるケーブルがまた味があってよい。 GN 粒子使う前は変形する機体は整備して格納庫で変形してから動かすって前提の機体ばっかだった。 GN 粒子のおかげで気軽に変形する機体が増えた。パイロットもイカれてるけどエイフマンと片桐いるのめちゃくちゃでかいよなユニオン。人呼んでグラハムスペシャル、かっこユニオン正式名称。俺だってできらー。そういや空中変形って戦闘への応用考えなきゃ割と誰でもできるんだっけ。それともできる時点である程度すごい。普通なら変形しただけで急に失速して墜落しかねない。変形して姿勢を崩さず目的のポイントまで移動ってだけで十二分にエース。グラハムスペシャルの推移面白いよね。初回は G の負荷で鼻水とか出て GN 非搭載のままで吐血して GN 搭載機で完成。コーラサワーが空中変形をやらなかったのは技量不足ではなく、そんなリスキーなことするかよバカって感じかもしれない。あれで戦法は堅実だし、ジンクス4が防御固めた装備なの好き。あいつおバカだけど腕前は本物だからな。一気スタートの段階で28歳にしてスクランブル発進2000回こなすのは普通に化け物だからよ。ディフェンスロッド使いづらそう。高速で回転させて弾くらしいが、それすり抜ける可能性もあるんじゃ。と思うじゃん。アニメだとリアルドスラビームを弾くくらいに有効な防御機構なんだよ。ディフェンスロッドって常に回転してるんじゃなくセンサーに反応して即回転とかだっけか。一機といえば一機のエクシアの実体験で装甲切り裂く時のあの重さ好きなんだ。ビームサーベルじゃ味わえない味がある。あれも GN ソードのバージョン上がるたびに切れ味の描写変わってるらしいね。ダブルオーって各陣営が性能の劣るモビルスーツでどうやってガンダムに対抗するかってのも見ものだったな。それだけに性能差が縮まったジンクスはすげえ洗練された量産機に見えた。センサーばらまいて通信来なかったとこにいるのバレたり、済ませないようずっと攻撃し続けて消耗させるの好きだった。ところがギッチョンがパイロット能力一番高いんだよね。いろいろバランス取れてる世界だ。初見でガンダム使いこなしてんの化け物だよ。ミハイルよりファングの使い方いやらしくてうまいの服。というか改めて見返すとミハニーのファング動きがそのシンプルですね。ははは、少しは私のファング使いを見習いたまえ。私はこのテクでリボンズもヒーヒー言わせてたのだよ。結構すごい動きしてんじゃんって思ってたけど、後に設定見たら補助輪付きだった。なんなら機能も絞って使いやすくしてあるぞ。大使だって下積み時代があるんです。なお別にエースというわけではなかったのよ。やったことはあれだが、ジンクスという偉大な量産機を世に出したアレハンドロの功績はでかい。